こんにちは。今回はですね、新興 CDN ファストリーが面白いというのをテーマにお話ししていきたいと思います。CDN っていうのはコンテンツデリバリーネットワークの略で、すごくざっくり言うとインターネットを速くするために使われるサービスです。で、僕らがいつも使っているインターネットサービスってほとんど例外なく、この CDN のおかげで快適に使うことができています。で、具体的にどういうものかっていうと、例えば使ってるサービスって多くアメリカにあったりするじゃないですか。で、サービスを利用するときにいちいちアメリカにこう通信を送ってたら結構もったいないと思うんですけど、例えば画像とかあと動画なんかも別に世界のどこからアクセスしようと返すコンテンツって一緒だったりするので、まあ、大陸を渡る分だけ無駄だったりすると思うんですよね。で、だったらサーバーをこう世界中に配置して、1回見られたデータは地域ごとにこうキャッシュしたりして最短距離で返すようにすれば、すごくこう効率的にコンテンツを配信することができると。で、これがコンテンツデリバリーネットワークで、略して CDN というふうに言われています。で、 CDN っていう分野だと赤米っていうプレイヤーが結構古くから強かったりするんですが、そんな中で台頭してきたのがファストリーっていうサービスになります。で、実際にそのかなりサービス大きいサービスがファストリーを使っていて、例えばあと挙げられているのがニューヨークタイムズとかバズフィードとか、フィナンシャルタイムズも入ってますね。あとピンテレスとかエルプとか、まあ、アメリカの食べログみたいなサービスがあるんですけど、まあ、そうしたサービスもファストリーを使っているそうです。で、この会社がめっちゃ面白いなっていう話なんですが、まあ、今回ご紹介したいのが大きく2つの点があります。で、1個目がサービスとしてビジネスとして解約率がめちゃめちゃ低いっていうことです。で、まあ、ファストリーが SaaS かっていうとちょっと違うと思うんですけど、まあ、SaaS とかだとよくこうリテンションレート、年次の継続率が、まあ、なるべく 100% に近いほど当然いい事業だって言われるんですけど、ファストリーはなんと年次で 99% を超えているんですね。で、月次で、まあ、98% とかだったら、まあ、SaaS としてよく聞いて、なんか、まあ、それでも十分継続率高い方だと思うんですけど、まあ、年次で 99% 超えてるってなると、月次だと本当ほぼゼロって言ってもいいぐらい本当にすごいことだと思います。で、なんでこんなにその割合が高いかっていうと、まあ、この継続率が売上ベースっていうのがおそらく一つあって、一応ファストリーって利用顧客が1743社いるそうなんですが、そのうち大口のエンタープライズ顧客が288社で、数としては大口はそんなに多くないのはまあ当たり前なんですけど、売上としては全体の 87% を占めていて、まあ、かなり大きいと。で、おそらくこの層の顧客はほとんど辞めないので売上の継続率がすごく高いっていう形になってるんじゃないかと思いました。で、継続率とは別にネットエクスパンションレートっていう指標があって、まあ、日本語で言うと顧客拡大率っていうんですかね。で、まあ一つの顧客がほっといたらどんくらいこう売上を拡大してくれるかみたいな指標で、これが 136% もあるんですね。で、これがどういうことかっていうと、まあ、さっき言ったのと同じなんですけど、既存のお客さんがほっといても、支払う料金が増えていって売上が 36% ぐらい前年から伸びるということになります。なので、ファストリーってもしこうお客さん1人も1社も増やさなかったとしても、まあ、大体 36% ぐらいお客さんが増えて、売上が増えてお客さんがほぼ離脱しないっていう構造になっていて、まさにこうストック型のビジネスになっているっていうのが、まあ、すごいところだなと思いました。で、これが面白いところ1本目なんですが、で、もう1つ、あるのがエッジコンピューティングっていう新しい技術に、今まさに進出しているところっていうところですね。で、このエッジコンピューティングが何かっていうと、いわばこうダイナミックな CDN みたいなところで、さっき言った CDN ってキャッシュできるのが基本的にこうスタティックなファイルだけだったりするんですね。例えばこう画像とか動画とかこう中身が変わらないやつに限られると。なので、例えば動的なそのデータベースとこう上書きするようなデータとかだと、結局大元のサーバーとやり取りしないといけなかったりするので、その分時間がかかってしまうっていうのがあります。で、エッジコンピューティングって、まあ、エッジって端ってことなので、なるべくこうユーザーに近いところで処理をして早くレスポンスを返そうっていう取り組みになっていて、これが実現すれば、まあ、もう今のインターネットがもう今以上に速くなって、これまでできなかったことが実現できるっていうふうに言われています。で、ファストリーって、まあ、なんか元々のビジョンが結構
それをやりたかったらしくて、あのアプリケーションとかデータをもっとユーザーの近くに持っていこうっていうビジョンで創業したっていうふうに言っていて、まあ、それが今からまさにこう実現されていくフェーズってことで、すごく面白いなっていう話ですね。で、具体的なサービスとしては、コンピュートアットエッジっていうあの取り組み、まあ、製品ですかね、をプライベートベータ版として公開していて、それがまあこれからどういうふうに実現していくのかなっていうのを注目したいなと思いました。で、ちなみにこのエッジコンピューティングって日本だとあの実は楽天が取り組んでいて、まあ、楽天の場合今あのモバイル事業を注力していて、こう通信基地局をすごい立てているんですが、あれが実はエッジコンピューティングのインフラになるんじゃないかっていうふうに、まあ、三木谷さんが言っていますね。で、もともと通信機器ってノキアとかファーウェイみたいな限られた通信機器メーカーが牛耳ってたりしたんですが、楽天がそれを普通のサーバーマシンで完全にこうソフトウェアベースで組み立てることに成功したっていうふうに言っていて、これも実現すればあのエッジコンピューティングの一つのインフラになるんじゃないかって言われていて、これがその三木谷さんがすごくアピールしているポイントになります。っていうことで、あの2020年ってまあこれから 5G が来るっていうふうに言われていて、通信速度が速くなるっていうふうに言われているんですけど、まあ、同時にこのエッジコンピューティングの分野がどういうふうにこう社会実装されていくのかっていうのにも注目したいなと思いました。今回は以上です。最後までご覧いただきありがとうございました。